気分がルルル。皆さん、こんにちは。高知のゲストハウスルルルオーナーの太郎です。近日ですね、高知へ観光に来ていただける皆さんに向けて、高知の情報やルルルの様子などをお届けしております。本日はですね、12月31日金曜日、大晦日ですね、はい、昨日お休みしての1日ぶりの、投稿になります。さて、昨日のルルル、はい、昨日お休みさせてもらったのはですね、もう本当に忙しくて、この収録をすることができませんでした。はい、大変ありがたいことですが、もう残念ですね、10月のですね、11日からこの気分がルルル始めてですね、昨日が初めて、意図せず、お休みをしてしまいました。残念、連続記録が途絶えちゃった。はい、というわけで、昨日のルルルなんですけれども、はい、昨日はですね、お伝えしたように満室でした。本当にありがとうございます。ですね、当日予約もですね、たくさん入って、その後も電話がですね、鳴り続けですね、10件ぐらいお断りしたのかな。ということで、まあ、だから皆さんがですね、いかにちょっと思い立って、行っちゃうみたいな感じで、高知へね、来られて、けど宿取ってないんだけど、やっぱり泊まっていこうかみたいな感じで、調べてね、ということがよく分かりましたね。本当にたくさんの方が来ていただいてありがとうございました。で、人気の場所のね、広め市場という場所、まあ、高知来たら、みんなが必ず行くというですね、みんな大好き高知の宝のような場所なんですけれども、そこもですね、超々満員で、ルルルからもですね、何人も行ったんですけれども、座れなかったから、別のお店で、ご飯食べたっていう人もね、たくさんいました。うん、はい。まあ、そういう賑わいが戻ってきて嬉しい限りです。というようなことで、高知もですね、大晦日、賑わっております。そして、ルルルも賑わってですね、はい、昨日はですね、まあそういうような感じで皆さん結構外へ出ていらっしゃいましたので、満室なんだけど本当に静かなある意味夜でしたね。ゲストハウスらしからぬ、私もラウンジでね、ちょっと皆さんの来るのをお待ちしてたんですけれども、あんまり人をね、来られず、割と静かな夜でしたね。はい。それから一昨日はですね、収録できなかった一昨日の、夜はですね、結構、まあこれも満室でですね、賑わってたんですよ。でね、そうそう、お話ししてたらね、ゲスト同士の方がね、2組いらっしゃって話してたら、どっちもですね、別の件ですけれども、中学校の先生だったっていうね、話で、あなたもそうなのみたいな感じでね、盛り上がっちゃいまして、中学校先生あるあるみたいな感じでね、いろんな話をしててね、私も聞いてて面白かったですね。はい。クラブ活動がね、大変だとか、本当は野球部がやりたいのに、まあ、卓球部やったり、テニス部やったり、全然わからないよ、柔道とかどうすんのみたいなね、そんなお話をね、ちょっとされてて、へえ、そうなんだと思いながらね、聞いてました。はい。楽しかったですね。はい。それとですね、はいはい、そうそう。ですね、シェアハウスの方もですね、結構賑わっておりましてですね、まあ、帰省して、ものも多いんですけれども、ですね、まあ、残ってるものもね、半分弱ぐらいかな、いまして、で、それから、先日から新しい人もね、入ることになりましたので、その人のね、歓迎会なんかをしたりしてですね、過ごしておりました。というわけで、ルルルはですね、この年末もですね、大変盛り上がっております。今日はですね、一室を除いて、はい、ほぼ満室の状態です。明日もですね、そんな感じが続きます。この1、2、3、正月三が日もね、そんな感じが続きます。はい。ですけれども、まだ少し空きがありますので、皆さん、ぜひお問い合わせください。お待ちしております。さて、今日の高知。はい。こちらですね、はい。12月31日の、はい、新聞ですね。大晦日新聞。はい。大晦日新聞にですね、ちょっと、まあ、観光と関係ないというか、関係あるというかですね、面白い記事がね、出てたので、こちらもぜひご案内したいと思います。はい。これですね、何かというとですね、みんな大好き坂本龍馬ネタなんですよ。はい。なんですけれども、はい。ドン。はい。ここにありますね。はい。結構大きい記事で出てます。はい。何かと言いますと、龍馬家血縁最後の女性行く。5代目、すみこさんと読みするのかな、はい、5代目のすみこさんが1月に、まあ、お亡くなりになっていたんだという記事ですね。はい。この、すみこさん、龍馬家の血縁ということで、見出しにある通りなんですけれども、はい。まずね、このね、ちょっと疑問に思う方がいらっしゃると思います。まず、龍馬家、坂本龍馬、坂本家じゃなくて、龍馬家、龍馬家ってなんだっていう話ね。それと、坂本龍馬って子供いないんじゃなかったっけというですね、素朴な疑問をですね、抱いた方も、歴史好きならですね、多いかと思います。はい、その通りなんですよ。で、この方ね、どういう方かというとですね、まずですね、坂本龍馬というものはですね、お龍というですね、美人の女性とですね、結婚したんです。結婚しました。ちなみに日本最初のハネムーンをしたのは坂本龍馬だと言われてるんですけれどもね、お龍とね。それはいいとして、龍馬はお龍と結婚したんですけれども、残念ながらですね、子供がいませんでした。子供ができなかったんですよ。はい。その前に殺された、暗殺されたというのが正確なんですけれども。でですね、龍馬のですね、子供はいないんですけれども、そのことを案じたですね、これはですね、龍馬没後に朝廷が再興を命じ、甥の高松太郎が受け継いだということで、どういうことかというとですね、龍馬に養子になったんですね。だから、龍馬の子供はいないんだけれども、こう戸籍上龍馬の、養子ができたということで、この養子はですね、ちなみに龍馬のお姉ちゃん、兄弟の子供、兄弟の お姉ちゃんの間にできた子供を龍馬の養子として、引き入れたという格好になってますね。で、これをですね、もともとは高松太郎として生まれたんですけれども、養子になることで、坂本直ということになったのかな、はい、なりました。しかしですね、その後も、ちょっとまた途絶えてしまいそうになったので、またですね、養子を入れて、ですね、直系の方からですね、はい、坂本家直系の方から養子を入れて、直道さんというですね、直道というですね、養子を、また2回目の養子を入れたそうなんです。なるほどね。でね、この直道さんというのがですね、なかなか優秀な方で、満州鉄道に勤務し、1929年から11年間、パリでヨーロッパ事務所長を務めた。へえ、なかなかすごい方ですね。で、世界情勢を分析し、日本文化を紹介するフランス語雑誌も刊行。それからですね、当時のですね、外務省の大臣らに対し、日本の孤立を回避し、米国との開戦を避けるように進言したなどとですね、ヨーロッパからこの、世界情勢を日本政府に伝えるというようなですね、そういうようなこう大役をなさってた方なんですよね。で、その方のお子さんが、先ほど紹介した澄子さんという方で、この澄子さんというのは、ですから10代はですね、この揺れる、この欧州の状況の中で過ごしたというですね、帰国子女という感じですね。で、この澄子さんが亡くなったということで、ですので、龍馬家という言い方はですね、坂本家というそのラインがあるのとはちょっと正直別にですね、龍馬の後をこの、なんて言うんですかね、血縁はないんですけれども、戸籍としてのラインを残しておったラインがあるようなんですね。で、そこの最後がこの澄子さんということで、澄子さんにはどうもお子さんがいらっしゃらなかったようなので、そういう意味で龍馬家、龍馬のこの家系譜ですよね。龍馬としてつながっている家系譜としては澄子さんで途絶えてしまった。それが5代目にあたるそうですね。で、この澄子さんは実はですね、今年の1月に亡くなっていたということで、その記事がですね、なんと、どうしてなのか分かりませんけれども、この大晦日に出てましたね。はい。で、この澄子さんとですね、インタビューをしたことがあるというのが、県立坂本龍馬記念館の、方がいらっしゃってですね、この方言うには、激動の時代を生きた人。意思がはっきりしていて高潔さがあり、パリ仕込みの気品があったということで、なるほどね、澄子さんというのはそういう方だったんですね。で、澄子さん自身はですね、1940年に帰国し、戦後はですね、その語学力、ヨーロッパで過ごしてましたからね、語学力を生かして航空大手のエールフランスや伊勢丹に勤務をしていたそうです。で、肺炎により今年の1月28日に亡くなっていた。最後のね、病院にいた院長さんのお話によると、すみこさんはですね、時々フランス語を口にし、龍馬について聞いても進んで語ろうとはしなかったということで、まあ直系に当たることはもちろん自分で分かってたんでしょうけれども、その龍馬についてね、特にどうのっていうようなことをあんまり語ることはなかったような、そういった方のようですね。はい。ですけれども、先ほど言った坂本龍馬記念館のね、方がですね、インタビューを2015年、だから7年ぐらい前か、にした時には、すみこさん、父と同じように龍馬を尊敬しているというように答えていただいたそうです。はい。というわけで、坂本龍馬、みんな大好き坂本龍馬、はい。そのですね、直系にあたる龍馬家の血縁、最後の女性、すみこさんが、今年亡くなってしまったということで、残念ですね。はいはい。まあそういう意味では、はい。ですが、まあそう思いを馳せながらですね、龍馬に接していただくとですね、またちょっとね、違った、そうか、すみこさんも行ってしまったか、というようなことで。けどですね、本家の坂本家の方はですね、代々続いているそうで、私も細かい情報は知りませんけれども、坂本家の方は、本家ですよね、の方は、まあ、今でも続いているらしいですので、直系のね、坂本さんという方がね、いらっしゃるそうですからね。はい。というわけで、まあ、龍馬家は残念ながら、途絶えてしまいましたという記事でした。それではですね、今日の天気見てみましょう。どれどれ？今日は、1年の最後をですね、締めくくるのにふさわしい大変、晴天ですね。雲一つないと言っていいぐらいの、水色の空が広がっております。ただしですね、大変寒いのとですね、今日はなかなか風があってビュービュー吹いてますね。私の家の、この店のですね、前にある看板とか、もう一回倒れましたしね。はい。それから旗もバタバタいっておってですね、かなり、体感温度は寒いです。はい。天気としてはですね、こちらの通り晴れマークがね、ありますので、県下一円いいんですけれども、お伝えしたように大変寒いです。はい。そして温度の方ですけれども、現在、はい、8度。で、湿度は 24%。ということで、8度ですから、そんなに寒くないはずなんですけれども、お伝えしたように風がビュービュー吹いてますので、こんな格好をしてるとですね、お前マジかよみたいな顔で見られます。大変寒いです。はい。旗も揺れてるのが分かりますよね。はい。そういうような感じです。はい。ですがですね、まあ天気自体はですね、大変いいようで、こちらをご覧ください。週間天気予報を見てみますと、はい、こんな感じ、ドン。はい、本日晴れ。明日お正月も晴れ。天気予報、降水確率は 0% 出てますね。それから2日も晴れ、3日も晴れということで、5日にね、ちょっと雨マークが出てますね。久々の雨マークが出てますけれども、はい。まずですね、正月三が日はですね、今日から正月三が日は、晴れのようですね。うちへ来てるね、お客さんの中でもね、明日、室戸へ、初日の出見に行くとかっていう方もいらっしゃいますので、明日の予定はですね、7時10分頃に、初日の出がね、上がってくるということで、ルルルからもですね、毎年恒例で、見に行くツアーをやってますのでね、明日私も行く予定なんですけれども、いい天気なようなのでね、初日の出がいい感じで拝めそうです。ただし、はい、こちら、見えますか？どう？はい。県内今日大雪恐れ、山間部や西部午前ピークということで、はい、本日31日未明から、昼前にかけて、県内は山間部を中心に大雪となる恐れがある。つまり、まあ、今は、まあ、ちょっと午後過ぎたあたりなんですけれども、もう、今の時点でもうすでに降っているかもしれないということですね。県西部では、平地でも大雪の恐れがあるとして、注意を呼びかけているそうです。ということで、西側からね、来る方、まあ、この高知市はね、そんな感じはないようなんですけれども、山の方から来られる方、それから西川のね、方から来られる方はですね、ぜひですね、車、雪に注意していただきたいと思います。はい。それでですね、今年最後の、放送と言わないですね、はい、お届けさせていただきました。気分がルルル。皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。